はい、どうも皆さん、こんばんは、レッドゲー通信です。PC エンジン版、弁慶外伝プレイしていきたいと思います。前回、岬の塔でしたっけ？クリアしまして、これからいざ鎌倉へという流れになりましたね。HP は？あ、ちょっと MP がないね。まあ、様子見ながら少しずつ、鎌倉目指していきたいと思います。まず MP 回復していきましょう。鎌倉はねこっちっすね。ありましたね。この金屋さんですね。書き付けを見せろと。陸前の都にの本店にいますということで、陸前向かいましょうか。その前に装備品何あるか見ていきましょう。どこに武器あるんだろう。上？あったあったあった。剣は？あ、気弱装備できますね。まず剣買いましょう。若干上がりましたね。防具屋、これも気弱装備だよね。いいよ。これで装備品は意識されましたんで、少し強くなってるだろうというふうに思います。レベル上げる必要ないかな。レベル何ぼ ?6。ちょっと上げますか。この辺で戦って。同じ敵だね。ああ、でもダメージ全然食らわなくなりましたね。よし、では陸前行きますよ。陸前は今の宮城県に当たるのかな。まあ、奥州ですね、結局のところ。こっちから行ける？行けない。じゃあこっちだ。あの最初の村から北の方に行く道もあるんですよね。そっちの方がまあまあいいか。お、見たことないやつ来ましたね。あ、いてえなこいつ。あ、でもワンパンで沈むんならまだやりはありますね。
金くれるんだね。こいつ欲しいね。こっち側っすね、きっと。これ見たことないやつかな。こういきゃ、こういうはね、HP はある感じですね。こういき散らさないでくれくれんの嬉しいね。狼から行くか。見ましたね。陸前到着でーす。お、書き付け見せるとこですね、これ。ここじゃないんだね。陸前行けばいいよって言われて来たけどいねえってかい。なんじゃいそりゃって感じですね。後から入る闇市にはすごいお世話になった記憶があります。とりあえず寝て戻るか。したらまだ早かったね。
よし、それじゃあ戻りますか。霞の鳥で先に行けなんだね。騙された感じですね。いいんだけど。あ、なんか見たことないのが来たね。持つかこれ。大丈夫か。いや、回復しよう。結構強い組み合わせでしたね。まあお金いっぱいもらえるんで嬉しいですけどね。ここが先だったんですね。前の名は気弱だそうだな。よし通れ。特別に通してやろう。ありがとうございます。これだ。これをやってないから陸前に行っても意味がなかったってことね。あらあら、陽一って最初の村に行ったやつですね。これおことちゃん、そしてマブダチ、弁慶さんとマブダチ、伊勢の三郎さんですよね。よし、そしたらもう一回陸前向かうってことですね。ちょっと無駄な手順を踏んでしまいましたね。そしたら、あ、これ強いやつだけどお金くれるからね、積極的に行こう。よし、陸前。お、人増えてますね。書きつけ。なるほど、ここでも書きつけなのね。はいはい、見せますよ。気弱というのは私の友人に、荘園のもの。じゃあ、二荘園なのかね。私は気弱殿の旅の手助けをしたい。子供書を持ちなされ、旅の筋の、金屋の連をかけたところで見せれば必ず役に立ちましょう。よっしゃー。
もう一度寝とくか。で、サブローを探さないといけないですね。お酒は美味しい。真理ですね、それはね。多分今のところくぐると向こうの人に行けるんですけど、なんか鍵みたいなのかかってましたよね。あ、人いた。え、マジで？どこで見かけたか教えてほしいですけどね。なしか。あ、なんか、内緒の話ですが、居酒屋のサブには話しかけて、その紋章を見せれば闇地ついてくれます。これだ。こいつかな。正解。はい、さあ入んな。閉じ込められた。ああ、なんかやってますね。道具屋。あ、これ強いですよ。火の霊薬。もう買い込みですよ。後でいっぱい買っとこう。あ、武器屋は？モローバの槍。すげえ。防具は？今竹シリーズですよね、確かね。戦闘服がこいつ着れますね。3上がるだけか。鉄の兜は？鉄の兜がガッとし上がる。戦闘服と鉄の兜ですね。金足りないね。あ、でも戦闘服はそんな上がんないから、鉄の兜だけ買いますか。お金もないしね。こいつは？あ、戦闘だ。月五郎さん。
まあ、殴ってみましょうか。痛恨で13なんて大したことないね。そんなもんだもんね。あ、でも一回回復入れとくか。あ、もう倒しちゃった。え、霊鉱石だって、あの石にはさっきサボロさんに返したよ。それで許してもらったんだ。またあの鳥で行くの？あれ少し買っとくか。何やるか分かんないんで、火の霊薬。これは強いんだよね。風間違い、風じゃねえよ。火。これほんと強いよね。こんなもんしとく？とりあえず。よし、そしたら取りでいきましょう。俺はサブロだ。娘のこと、あ、娘だったのね。助けてくれ。お前は気弱の名を持つそうだが、何か証になるものはあるか。書き付けだね、これはね。俺の本当名は伊勢のサブロ。はい。自分を生まれを知りたいそうだな。ならば隠れ獣刀へ行け。俺もついていこう。霊鉱石は俺が持っている。でもくれたね。ごっつい中を。レベル12。まあ火力ありそうですね。アタッカータイプでしょうね。はい、というわけでして PC エンジン版、弁慶が1点クリア、あ、クリアじゃねえ、プレイしました。1人目の仲間伊勢の三郎さんが加わりました。おそらく、陸前から北の方に向かって東北地方を駆け上っていくっていう感じになると思うんですけども、それは次回ということにしましょう。ご視聴どうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さよなら。